おはよう。暑っ。スタート。はーい、ふもとっぱら2日目。晴れた。晴れたね。ちょっと富士山は朝見えたよね。朝はね、結構くっきり見えてたね。今あそこに隠れてるのが富士山です。です。でもなんかすっごい気持ちよくない？気持ちいいね。大自然スンって感じ、うん、お腹減った。とりあえず焼きますか。食べましょう。今日これ食べた後さ、ご飯食べて、うん、向かう先は今日はね、うん、道の駅の鳴沢に行こうかなと思ってます。2時にチェックアウトして、ようやく山梨に突入します。そう、はい、まだね、そう、ここは静岡です。静岡、うん、そう、山梨に今日は入りましょう。はい、やこ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 椎茸。椎茸これでーん、でかでかすぎ。椎茸うまそう。椎茸ステーキできるね。椎茸ステーキしたいと思ってます。おいしい。おいしいね。うん。え、何これ？ジョンソンビールです。ジョンソンビール超おいしいよね。え、何これ、おいしい。うん、おいしそう。うわあ、おいしい。シャキシャキだ。シャキシャキ出てきたね。ここ全部抜けたらね、ね、お目見え しそうだ。うん、うん、いいね。ちょっと焼いて消毒したら、うんうん、うまっ。美味しいね。日が陰るといい感じ。あ、美味しい。おお、こんなに美味しい。美味しいわ。おお。おお、中涼しい。中は冷房ガンガンです。さあどうかな。おお。920ぐらいですね。12時のピーカンが一番ねピークで来るかなと思ったんだけど、さっき測ったやつだと960ワットまでね出てました。11時半ぐらいかな。今900ワット超えてます。いいね。どれぐらいだった？920だった。920、うん、いやそうだよね、だっててっぺんだもん。てっぺんだもんね。めちゃくちゃ暑いよ。さっき11時40分の時960ワット行ったんだよね。だから今真上だけど、うん、この当たる角度とか車体の向きで若干変わるんだと思うんだよね。だから960行った時は一番もう直角に太陽が多分当たってたんだと思う。すごいね、960ワット。960は音量発揮中の発揮ね。怖いものがない。そうそう。わあ、美味しいな。美味しいよね。うん。苦苦焙煎と。うまうま焙煎の違い。あ、すごい。鐘が聞こえるね。うん。十二時の鐘。鼻から大きく息を吸って。気持ちがいいね。いい時間だね。うん。チルって感じだね。ね。気持ちいい。気持ちいいね。うん。でもなんかすごい名残惜しいけど。そうだね。時間も時間なのでね。うん、撤収して次の目的地に行きましょうか。
今日は鳴沢でお風呂入って、うん、そう鳴沢にはお風呂はないんだけど、その近くのところにね、銭湯が、銭湯というかお風呂あるみたいなので、うん、それちょっと調べて行きます。その後鳴沢の道の駅、道の駅に行ってみます。そこで仮眠だ。仮眠ですね、はい、今日はそんな感じかな。 OK、うん、だいぶ見えてきたね。もうちょっとで、うん、もうちょっとだね、富士見えそうですね。きっとサムネは富士山がドーンって見えるようなやつなってるかもしれないけど、移動しよう、移動しよう。さよならふもとっぱら。気持ちよかった。うん、行こう。じゃあ出発、出発。ふもとっぱらを出ていきます。さようなら。後ろにする。ガタガタだ、ガタガタ。何が落ちた。こっちも。さようなら。どこ行くの。富士をバックに。トイレ。どこに行くの。トイレ。富士さん、バイバイ。行きましょう。これがうどんで、こっちがほうとうか。美味しそう。あ、本当だ。美味しそう。自産自ビール。自産博物館。わあ、石か。いろんなね、うん、石のことね。触れると勇気を与える幸福が。すごい。これはレッドジャスパー。一番でっかいやつね。勇気を与えられるらしいよ。レッドジャスパーが勇気。うんうん、この牧歌石が幸福、翡翠が健康。いっぱいあるね、いろいろ。全部触れておこう。あ、全部触れとく。確かに。うん。やだ。勇気。勇気をもらった。勇気もらった。うん。あと健康も。この時代にマスクをしながらも。健康もいただきました。あちらは？楽しさアップだって。楽しさ、もう結構楽しそうだけど。楽しんでるからね。楽しさアップ。これはさ、あれがいいんだけど、幸福のやつ。銀、でも銀欲しい。切実じゃん。切実かよ。俺は多分、牧歌石だと思うね。幸福。すごいね、木がこんなになっちゃってんだ。木なの？俺ほら見て、木だよ、もともと。すごくない？すごい、これもでっけえし。富士山博物館鉱石ミュージアム。わあ、すごい。はい。うん。夕日？朝日とか？すごい。わあ、すごい。なんかすごいね。恐竜だ。すごい。ね、富士シアター本物ですよ。ちょっと隕石触ります。本物です。わあ、めっちゃ重い。そうなの。そう、めっちゃ小石みたいな気持ちで持とうとしたら重かった。重い重い。触っちゃった。重くない？千葉県の習志野市に落ちてね、結構話題になりましたよ。でかい。これ落ちてきたらひとまりもないね。いや、ほんと。今日は、ふもとっぱらを出て、ふもとっぱら出てね、鳴沢に来て、お風呂に入って、すっ
っきりしました。そうだね、富士山博物館とね、あ鉱石たくさん行ったよ。なんか買ってたね。買ってたよ、ローズクォーツ。ローズクォーツ買ったよ、うん、恋愛運がね次は何するか決まってないけど、山梨をちょっと巡って。そうだね、うん、山梨の行きたいところをちょっとピックして、全部はちょっと行きたいとこいっぱいありすぎて、うん、全部は多分行けないと思うんで、うんうん、ピックして回っていきましょう。そうだね。どう旅。旅ね、まだなんかこう出たてすぎて。そうだね、ふわふわしているけど、ここはねちょっと仮眠だけど、仮眠して移動するにして、うん、そうそう、うん、まだ3日目。そうそう、仮眠って感じが多いから、うん、なんか宿泊してる感もまあふもとっぱらあれだけど、うん、寝て移動して、そうだね、みたいな感じなので、うん、落ち着いてはないけど、とかなんかあ出たんだってたまに思うぐらい、まだなんかわかんない帰りそう。どっかでちょっと一旦落ち着いてねうんうん、うん、ゆっくり休みたいですね。ねえ、うん、毎日世話しない感じです。そうだね、まあ、無理せず行きましょう、うん、はい。この動画が面白いと思ったらぜひグッドボタンお願いいたします。あと随時更新もしていくので、チャンネル登録していただけるとモチベーションがかなり上がりますので、よろしくお願いします。なんか通った時とかね、うん、全国こう巡っていくから、なんかあーって思ったら、うん、ね、うん、声かけてとまでは言わないけど、まあこの時期だしな、うん、まあツイッターとかインスタとかでハッシュタグハッピーキャラみたいに入れてもらったら、うん、SNS も随時更新してるので、うん、フォローもしていただいて、うん、タグ付けなりハッシュタグなりでお知らせしてもらえると、うん、私たちも見れるので、そうだね、嬉しいなと思います。そうだね、ね、この前もなんか海岸でね、そう声かけてもらってね、声かけていただいたり、うん、まあ何人か声かけていただくことが、すごく嬉しいね、ねー、うん、結構やっぱ目立つんで気になる方もいると思うんですけど、随時更新していきますので、ぜひフォローもお願いいたします。はい、それではじゃあね。